ちは、プロボーラーのミズピーです。今日はご視聴ありがとうございます。今日はですね、国産ボール大好き水谷がお送りする、なのです、アキラインツアープレミアムを、懐かしいボールですけど、やりたいなと思います。で、ですね、実は今、私が所持しているのが、ツアープレミアムシリーズでも、初代と3しか持ってないんですね。ちょっと、プレミアム2は、知り合いの方に譲ってしまったので、今は持ってないんですけども、2つあります。まず初代がですね、これも大好きで、すでに開けるの4個目なんですけど、でもプラグもしてるんですけど、はい、こちら初代のツアープレミアムですね。こちらは、リアクティブ素材です。で、赤色、これもいっぱいプラグしちゃいました。はい、こちらツアープレミアム3ですね。こちらはハイブリッドとなっております。で、今回何をしたいかと言いますと、8月から、エキストラホール、いわゆるバランスホールの禁止に伴いまして、この2つをどうせなら開け直してみようということでですね、全く同じレイアウトにしてみました。はい。で、プラグしてるんでね、もちろん、ウェイトの形は変わってしまってるので、これが正しいかと言い切れることはないんですけども、2つ同じレイアウトをしたときに、このハイブリッドとパールではどれぐらい差があるのかという検証をしてみたいと思います。ということで、交互にね、投げてみたいと思いますので、ご視聴いただければ幸いです。頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。それではご覧ください。どうぞ。はい、それではですね、空気を思いついた企画なので、今日はスマホ1台だけでやりたいと思いますので、いつもの近くのカメラが今日持っておりませんので、すいませんが、後ろのカメラだけで、編集を頑張りたいと思います。まずではね、初代、パールの方のツアープレミアムからいきたいと思います。今日ね、今、火曜日の夜8時半ぐらいなんですけども、大西圭一プロ、弊社の、大西圭一プロが練習して、レーンを作り上げて帰られたので、その後のおこぼれをいただいて、レーンを、どうも投げてみたいと思います。はい、早速ストライク出ましたけど、今ね、パットで17ぐらいから、右へ向けて、もう外は何ものも変えてきます。はい。パール素材ですので、まあよく切れたなっていう感じなんですけど、もうちょっと右へ出してみた方がいいですかね。同じような雑位置から、もっと右へ向けて曲がり具合を見てみたいと思います。コアが低感性コアなので、しっかりオイルを使ってやれればやるほど奥での向きが綺麗に動くのでね、いい動きになります。例えば出過ぎたのに全品でしたけど、2回ずつ投げますね。そういや1球交代で投げますよ、だけど2球交代でいきます。はい、じゃあまず、今1を投げましたので次3ですね。ハイブリッドの方投げてみたいと思います。まずは、1球目は、初代の青い方の1フレー投げた時と同じような感覚で内を絞って投げたら、やっぱりキャッチが強いんですね。奥の動き出てませんでした。はい、もう一度今度は外へ出してみたいと思います。さっきの弾道覚えてますか、皆さん。出たらなかったけど、出が甘かったですね。出たらなかったのか、表面素材が強すぎて手前で噛んでしまってるのか、ちょっと今見分けがつきにくかったんですけど、油の上に入れてみようかな、もうちょっとね。プレイアウトはね、テープの画像の通り、本当にほぼほぼマスバイスもピンも同じような位置に
偶然できたので、はい、この企画を考えたんですけど、ちょっと左寄ってみたいと思います。パール素材の車内は今抜けていきました。今のゾーンはオイルでまだオイルがだいぶ残ってる感じですね。はい、ということで今のところ投げると、初代の方では動きが出ずに、滑ったままピンに当たったという感じですね。もっと出してみます。すごいですね、跳ね返り方が。今、投げ方変えずに右へ出しただけなんですけど、重くそ回ってきますよね、今。はい、あれはね、やっぱりオイルを使ってコアを滑らして反動でドンっていう感じなんで、次、同じことをハイブリッドのツアープレミアム3でやってみたいと思います。個人的にはね、このツアープレミアムシリーズがガノデスの中で一番好きでね、4が早く出ないかなとか思ってるんですけども。はい、今絞った方、さっき、初代だったら詰めに行ったとこですね。あそこ投げたらハイブリッドの方はポケットまで寄ってきてくれました。ただ入射カップというのは足らないのでね、天秤タップですけども、今度跳ね返りすぎたあの大外へ目がけて投げたらどうなるでしょうか。入ってこないですよ。これだけね、これ本当はね、中の重りが真っ白だったらよかったんですけど、ちょっと掘って埋めてしてる分、全く同じとは言い切れないのが心苦しいところなんですけども、やっぱり赤の方がキャッチしてる分動きが緩いですよね。一旦ここで切りまして、このレーンのカメラに変えて音声なしでやってみたいと思います。はい、というような感じでね、近くから見ていただいても分かる通り、やっぱり青の方がしっかり滑ってしっかり蹴るメリハリが強いですね。はい、では、今から1個ずつのボールでダボれれば今日は終わりにしたいと思います。一発終われるように頑張りたいと思います。で、この次の赤がね、赤の方がやっぱり目感覚悪いんで、ピンアクション的には赤の方が怖いんですよね。はい、ちょっとオイルのポイントをしっかり使ってボールが来た時にポケット当たるようにしてみたいと思います。終わりました。ということでね、本来の曲がるスペック的には赤の方が曲がる設計で作られてると思うんですね。でもやっぱりオイルの状況に応じてやっぱり切れるボールの方が曲がり大きく見えます。はい、ただ、同じ油の量で同じ油の量を投げた時はやっぱり、カバーの強い方が曲がり系には属すると思います。ちょっとこの辺がね、その投げる人と表あのチラシとのギャップも出てくると思うんですけども、やっぱりそのレーンによっての曲がり方のイメージっていうのは変わりますのでね、これが例えばウッドレーンに持っていくとまた曲がり方違うでしょうし、もっとね、痛いボールよりも
板の硬いセンター、油の濃いセンターに持っていくとまた変わるかもわかりません。今日はね、たまたま一番レーンがこういう、いわゆる中がたくさんしっかりオイルがあって、走りないレーンだったので、今みたいな結果になりました。青い方がね、むしろしっかり切れてよく動いているようなイメージに見えたと思いますけども、ブレーンによっては逆転現象が起こるということも頭に入れておいてください。はい。ということで、本当に以上でございます。ちょっと頭切れちゃってますけど、内容が良ければ、不動弾、チャンネル登録もぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、ということで、また次の配信でお会いしましょう。皆さんご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。さよなら。